This thing with Medina here. そのためには冒険者たちに魔獣の討伐に慣れてもらう必要がある。キリト、また私たちと共に対策本部からの依頼をこなしてくれるだろうか。俺は全然構わないけど。なんだ？いや、それって彼らの意思なのか？冒険者たちは私と共にありたいと、協力したいと言ってくれている。それに先ほども見ただろう、私が何か言うのを待っている。彼らは私が引っ張って導くべきなんだ。それはそうかもしれないけど、キリトは私と一緒に行くのが嫌なのか？まさかそういう意味じゃないって。もしかして何か焦ってるのか？ああ、私はおそらくアリス様や聖豪騎士の方々からよく思われていない。冒険者たちと共に戦ったことに対しても良い反応を得られなかったからな。それは考え方の違いだ。メディナを悪く思ってるわけじゃ。確かに私は突然現れた欠陥品のオルティナノスケだ。オルティナノスケは氷協会から信頼を失って久しい。そんなものが突如軍勢を率いて実績を出したところで、信頼されるまで時間がかかるのは当然だろう。メディナ、それは違う。別にみんなそんなこと考えてないぜ。だからこそ私はお前と同じ超級修験士でありながら単独行動を禁じられている。そうだろ？それは単純に危険が及ぶからだ。もっと信頼を勝ち取れば、氷協会は私やオルティナノスケを認めてくれる。そのためには冒険者たちと一緒に今以上に努力をしなければならないんだ。ダメだ。今何を言っても分かってもらえないみたいだな。それに冒険者たちの安全が心配だ。これから戦闘を行うことになるなら戦闘訓練に付き合った方がいい。分かったよ。俺もメディナに協力する。新しい仲間のことも心配だからな。では手間をかけるがよろしく頼む。You know, even though we're already past this whole trouble with Medina, it's still sad. I don't like seeing her back in that state where she was still very conflicted after training with Medina and the Wayfarer's Curator runs into Atlas. This is what are we right after that one? 北帝国での子供失踪事件捜査へ旅立つ前、ファナティオから討伐依頼を受けた俺は。メディナ、早速だけど冒険者のみんなと魔獣の討伐訓練をしようぜ。もしかして一緒に連れて行ってくれるのか？もちろん。メディナも冒険者のみんなも俺たちの仲間だからな。みんなで戦えるように一緒に頑張って戦闘を教えよう。ありがとう、キリト。よし、どうにか片付いたな。みんなお疲れ様。協力してくれてありがとう。助かったよ。結構大変な相手だったし疲れたんじゃないか？いいえ、救世主様のお願いとあらば当然です。救世主様のお役に立てて嬉しいです。救世主様、今日も可愛い。あなたの笑顔が見れて幸せです。イージーバディ。みんな全然疲れてない感じだな。むしろ嬉しそうというか、それにみんなすごく戦闘慣れした感じだったな。俺たちの指導がいらないくらい。ああ、そうだな。驚いたよ。戦えば戦うほどみんなは戦闘に慣れ上達していく。その速度は目まぐるしいものだ。あの救世主様、今日のおやつは何がいいですか？そうだな、前作ってくれたプリンになるものが食べたい。プリン？ああ、不思議な名称の菓子だろ。私もこの子に作ってもらうまで食べたことが一度もなかった。卵と牛乳と砂糖を混ぜた液体を蒸すとプルプルとした食感のとてもうまい食べ物になるんだ。そうだ、アンダーワールドで確かプリンというお菓子はなかった。ケーキとかはあるけど、この少女 NPC は現実世界のお菓子のことが記憶に残ってるみたいだ。わかりました。
救世主様と救世主様のお友達の分とみんなの分を用意します。ああ、よろしく頼むぞ。よし、それじゃあ報告に行こうか、メディナ。ああ、そうだな。おやおや、欠陥品のご帰還だぞ。欠陥品がゾロゾロと哀れな。どこの馬の骨とも知れぬベクタの迷子を連れてきよったわ。欠陥品は一人では何もできぬ役立たずゆえ、数で勝負というわけよ。言いたいことがあるならば、はっきりと目を見て言えばどうですか。これはこれはオルティナノス殿。何、一言もあなたのことだとは言っておりませんぞ。ですが、ご自分のことだと思われたのは何か心に覚えがあるのでは。いい気になって、哀れなベクタの迷子を集めて徒党を組んだところで、欠陥品は欠陥品。夢夢、何か功績を立て氷協会があなたをお認めになるとは思いなさるなよ。おい、あんたら、無駄口を叩いてる暇があったら仕事に戻ればどうだ。平民の小僧、欠陥品とつるむとは物好きなことだな。貴様らがなぜ対策本部に招かれたかは知らぬが、我らの足だけは引っ張るなよ。まったく、対策本部にまで嫌味な貴族がいるなんて世の末だな。貴族はそんなやつばっかりだからしょうがないんだろうけど。いや、貴族はそんなやつばっかりって言ったけど、メディナのことじゃないぜ。メディナは違うから。そうだな、私は全然彼らとは違う。家柄も育った環境も。メディナ。それに彼らの言ったことは全てが間違いではない。私は確かに冒険者のみんなに頼っている。キリト、ここにいたのですか。おじさまが待っています。早く来てください。ベルクーリ様。ええ、ずいぶんとお前を探したのですよ。今まで一体どこにいたのですか。悪い悪い、ファナティオさんに討伐頼まれたんだよ。だからメディナとみんなで行ってきたんだ。メディナとみんな。アリス様、こんにちは。相変わらず美しい。おい、お前、救世主様一筋じゃないのか。もちろんそうだけど、アリス様は美しいから仕方がない。この聖豪騎士への馴れ馴れしさは一体何なのだろう。メディナ殿、もしやその冒険者たちを連れてきたのですか。彼らは南帝国に在住していたのでは。アリス様、彼らは私についていきたいと言ってくれました。それゆえ引き続き協力してもらうことに決めたのです。決めた。彼らではなくあなたが。はい、私が決めました。そうですか、わかりました。彼らに無茶はさせないように。ではキリト、早く来てください。わかった、すぐ行くよ。あ、私も。メディナ殿、あなたは待機していてください。この会議は一部の人員で行います。追って今後の動きは説明します。いいですね。はい。そうか、確かにベルクーリさんも交えた世界についての話はメディナや学生のみんなには聞かせられない。アドミニストレーターの屍がカセドラルシダーとなり、カラントを使って彼女が魔獣を生み出しているなんて聞いたら、きっと混乱するどころじゃ済まないからな。悪いメディナ、また後でな。ああ、後で。Unforgettable memories of Avendwas. I don't think I'm going to be able to talk for the rest of these, but I want to get them done anyway. Medina,
遅いぞ。まだまだ。やっぱり父親は強いな。いつまでたってもかなわないや。そんなことはない。私は体が大きいだけだ。メディナは絶対にいい剣士になるぞ。本当？欠陥品でもいい剣士になれるの？みんなが私のことをそう呼ぶんだ。学校でもどこでも欠陥品って。メディナ、一つだけ覚えておいてほしいことがある。何？どんな言葉で人に傷つけられても誇りを失わずにいなさい。気高さとは人に承認されて得られるものではない。オルティナノスケの家訓は強く正しくあること。心の中が常にそうあれば恥じることは何もないんだ。お前は私の自慢の娘だ。自分を信じて堂々としていればいい。いずれきっと誰もがお前の名を知るようになるだろう。わかりました、父上。私は強く正しくあり続けます。何があろうと誇りを失いません。どうして？いやはや、オルティナノスケの当主が落馬とは、慣れないことはするものではないですな。困窮ゆえに我らの集まりに来るのも久方ぶり。二等爵士ともあろうお方が嘆かわしい話だ。仕方なかろう。皇帝は欠陥品の一族を嫌うあまり、わざわざこんな辺境の地を領地にあてがったぐらいだ。どうして？本当は分かっている。私のせいで父上は死んでしまった。父上、なぜ冒険の会を買ってくれないの？修験学院の試験があるのに。俺じゃ練習できない。試験までに間に合わないよ。分かってくれ。資料地の畑が枯れて民は税を納めるどころではないんだ。こんな時にまで資料地の民の心配をするの？自分の娘よりそんなことが大切なの？そういうわけではない。ただ貧しい民から搾取を行うのは貴族にふさわしい行動ではないからだ。強く正しくあるために。それが一体何になるっていうの？どんなに正しく生きたところで私たちは欠陥品のままだ。欠陥品と呼ばれようと。父上なんて大嫌い。欠陥品のオルティナノスケになんて生まれたくなかった。メディナ、私父上の子供じゃなければよかった。そうかもしれないな。これが私たちの最後の会話。私が聞いた父上の最後の言葉。おお、メディナ嬢、この旅はご愁傷様でしたな。わざわざ楽な道を選んで走ったというのにこんなことになるとは予想だにしなかったよ。こうなると分かっておられたのでは。お、ずいぶんと人聞きが悪いことを言うな。父上があなた方と乗馬競争を行ったのは数年ぶりのこと。あの道に崖崩れがあったなど知る由もありませんでした。よく遊びに出かけておられるあなた方ならご存知かもしれませんが。我らを疑っているのか？では我が息子と
あなたの縁談をなしにしてもよいのですぞ。ああ、そういえば乗馬競争の掛け金はどうなさいました？何でもオルティナノス殿はマナ娘に牧犬の替えを買ってやりたいと言っていたそうですからね。牧犬の替えも用意できないとは、貴族として嘆かわしいことよ。大方遊び歩いていたのでは？飼料地を所有する二等借子が貧しいなど考えられない。俺たちと一緒にするな。メディナ城、それでは香典代わりにお渡ししましょう。賭けの勝者が私だとはいえ、オルティナノス殿がお亡くなりになった以上、持っていても仕方がないのでね。貴様！メディナ城、礼節を欠いた振る舞いはお父上を悲しませますぞ。オルティナノス殿との別れは済んだ。これにて立ち去らせていただこう。そうですな。父上、父上、seeing that. 崖から落ちて血まみれになった父上はどんなに治癒を施しても元には戻らなかった。それでも父上が今はの際で言い残したことがあったと聞いた。この剣はオルティナノス家代々に伝わるもの。メディナにこれを渡してくれ。あなたは誰よりも誇り高く優しく立派な人だった。もう二度とオルティナノス家を恥じることはない。そして誰にもあなたの名を笑わせはしない。私はメディナ・オルティナノス、あなたの残した剣で聖豪騎士となり、必ずやオルティナノス家の汚名を注いでみせる。Few seconds out. Hold on. Okay. 子供たちの捜索を行いつつ、ルーリットを目指していた俺たちが魔獣を倒した後。どうにか倒せたな。キリト、この魔獣何やら妙でした。妙って？体に小さな傷がついていた。そうでしょう。メディナ殿も気づきましたか？本当だ。剣の切り傷じゃない、尖ったもので引っかいたみたいな小さな傷。それでいてとても傷は浅い。まるで子供の力。ではこの近くに子供たちがいる可能性があると。 I think the children are already gone. まあそのようだな。では急ぐ必要があります。どうした？いくつか魔獣に関する報告を受けましたが、あの魔獣は巣を作る習性を持っています。そして魔獣が現れた方向から推測して、おそらくこの一体は狩りに出てきただけ。あの森の中に仲間の魔獣がいる可能性がある、そういうことですか？ええ。なのでもし子供たちが周辺にいるなら一刻の猶予もありません。分かった。それじゃあ先に進もう。あれは。Oh, we haven't seen this dark part of the forest. あなたたち
大丈夫ですか？なんだお前ら、こっち来ないで。大丈夫だ、危害を加える気はない。私たちはお前たちを保護しに来た。一体みんなどこから来たんだ？どこから？そんなのこっちが聞きたいよ。私たち目覚めたら急にここにいて、どこに行けばいいかわからなくて。まさかベクタの迷子？そのようですね。なぜここに隠れていたんだ？近くの村に行こうとはしなかったのか？最初この辺りに来た鎧を着た人に助けてくれって言ったんだ。安全な場所に連れて行ってって言ったけど、持ってた剣で勝手にどっかに行けって脅されちゃって。またこの衛兵ですか？ベクタの迷子を保護しろとは命令にないからか。こんな子供に。I mean, these are literal children. むごいことをするものだ。あのおじさん怖かったし、それからは誰かに話しかけるのも怖くて、しばらくこの辺りをずっとさまよってたんだけど。俺たちここであって一人じゃないって分かったからさ、一緒にここで生きていくことにしたんだ。みんなで動物を飼って食べたりして、みんなでいると寂しくないし怖くなかった。なるほどな、そんなことがあったのか。ここは安全な場所じゃない。みんな悪いけど俺たちについてきてくれ。でも大丈夫です、心配はいりませんよ。私たちであなたたちを必ず安全なところに送り届けますから。魔獣？こんなに獲物の匂いを嗅ぎつけてきたのか。メディナ、子供たちを頼む。俺とアリスで魔獣を倒すから。わかった、私が避難させる。ではキリト、行きますよ。ああ、Surely we have seen this part of the forest somewhere. I think it was just bright. Kirito, Medina殿を追って加勢しましょう。怖い。私もう嫌。ダメだ、そっちに行っちゃ。くそ。危ない。待て、アリス。子供がいるから飛行機は撃てない。分かっています。ジェネレートサーマルエレメント、フォームエレメント、アローシェイプ、ディスチャージ。お願い、止まって。はい、救世主様。アリス様、まさか接触で意識が変わってしまっている。アリス様、ありがとうございます。こちらの魔獣も全て倒し。メディナ殿、あなた冒険者の意識に対する接触を行ったのですか？はい、狼に怯えた彼女が混乱してしまって、危険にさらさないためには私に従ってもらうほかありませんでした。彼らの許可は取ったのですか？今動かずにいる彼女は。申し訳ありません。もう動いて構わない。はい、救世主様。いくら緊急事態とはいえ、それはやりすぎではないですか？彼女はまだ子供です。自分の意思もほとんどなく、あなたの力がどのようなものかも分かっていない。そんな子供を。アリス、もしかして。無理やり行動原理を塗り替えて従わせるのはやはり賛成しかねます。 I mean, if you remember, Medina has no control over that touch. It kind of just happens. きっとアリスはシンセサイズの秘技を思い出している。だからこのことに抵抗があるのかもしれない。アリス様は人命と大義、どちらが大切なのですか？大義？大義の話など私はしていません。私の行動は確かに行き過ぎだったかもしれません。しかしこれは命を守るために必要なことでした。キリト、
お前もそう思うだろ。I mean, the child would have died, but I mean, I wish there was a neutral point, because I both agree with that and don't agree with that. Because if you had the choice to immediately turn that off, I would be saying, okay, you saved them, now turn that thing off. アリス様の神聖術のおかげで子供たちを助けられました。しかし私の実力だけだった場合、ああするほか道がなかったのです。どうかお許しください。わかりました。確かにお前の言うことには一理あります。しかしお前のやり方に対し私は全て肯定することはできません。アリス様、では子供たちを連れて行きましょう。そして近隣の村にて保護を頼みましょう。ああ、そうだな。みんな、では安全な場所を目指そう。わかったよ。はい、救世主様。お前どうしたんだよ。救世主様なんて言っちゃってさ。救世主様は救世主様じゃない。みんな何言ってるの。変なやつ、なんか元のこいつじゃないみたい。救世主様ってなんだよ。この姉ちゃんそんなに偉いのか。どうして。アリス、行きましょう早く。ああ、分かった。私は間違ったことなどしていないはずだ。I mean, she doesn't have any control over it, but... そして俺たちは子供を近隣の村へ送り届けた後、再びルーリットの村を目指すこととなった。Alice calls one Kirito, evidently having something she wants to tell Medina. ベルクーリさんは嘘をつくという行為は恥ずべきものではありますが、やむを得ませんでした。先日ルーリットの村で起こったことに関してメディナ殿とお前で話をしたかったのです。メディナ殿の体調が優れないゆえ、結局今日はその目的を果たせませんでしたが、私はあの時少しばかり感情的になりすぎたと思い。あの時、この間の冒険者のことか。ええ、生きた人である冒険者の意思を尊重せず、接触を行って戦力とする行動、それに対し私は納得できない部分があり、ついメディナ殿に反論してしまいました。ルーリットの村では確かにメディナ殿が冒険者を仲間に引き入れてくれたおかげで犠牲者が出ずに済んだと言えます。それでも納得ができずに反論してしまった。そのことをアリスは気にしているのか。ええ、なるほどな。それで謝ろうと思ったのか。謝罪がしたいのかと言われると少し違います。答えが出ない問題ではあると思いますので。ただこれから共に戦っていく仲間として、お互いの考えを冷静に伝え合うことが必要だと思いました。しかし面と向かってみると何を言うべきか分からなくなってしまって。そっか、メディナとアリスはつくづく平行線だもんな。だから中立にお前が入ってくれれば話しやすくなるかと思いました。なるほどな。アリスは本音を言うとどう思ってるんだよ。これから冒険者のことについてメディナのやり方を認めるのか。それはできません。冒険者たちは本来自らの意思を持っている。彼らも生きた人であるのに行動原理を塗り替え、その意思を無視する行動はまるで最高司祭様のようです。私はそれが正しいとは言えません。じゃあアリスはどうしたいんだ。私がどうしたいか。まあそれが一番。